はい、えー。今回はご質問いただきました。こんな感じの標準エフェクトで作れる水しぶき、水滴の作り方をご紹介していきます。まず、新規コンポジションを作成します。コンポジション、新規コンポジション、カット、01として5秒のコンポジションを作成します。ここに素材を配置しておきます。さらに、新規コンポジションを作成します。ウォーター、01として、 水滴アニメーション用のコンポジションを作成します。さらに、レイヤー、新規、平面、water01 ーーとして、水素材を作っていきます。この平面に、エフェクト、シミュレーション、CC パーティクルワールドを適用します。すると、こんな感じでパーティクルが設定されました。 では、このパーティクルを使って水しぶきのベースとなるアニメーションを設定していきます。まず、プロデューサー。すべて0にします。ポジションがこの放出口の1の設定ですね。そして、レイディアスが放出口の形の起きたですね。横幅、高さ、奥行き、0に置きます。すると点から、 パーティクルが放出される形となります。次に、パーティクルを開いて、パーティクルタイプをラインから、シェーデッドスフィア、丸ですね、に変更します。バースサイズ、0.1。生まれてくる時のサイズですね。デスサイズ、消える時のサイズ、同じく0.1。次に、オパシティマップ。今、出現時、フェードインになっているんですね、こう。 フェードインで出現して、こう、フェードアウトで消えていくような設定になっているのですが、これを書き換えて、常に実体化状態ですね。にしておきます。こんな感じですね。次に勢いを設定していきます。フィジックス。ベロシティの値を大きくすると、こう、 勢いが強くなりますもっと強くしますこんな感じとしておきます次に色オパシティマップ白に設定しておきますこんな感じですね 次にこの放出を一瞬だけ出てくる形にします。5コマのところでバースレートにキーフレームを打って0にします。1コマ進めて数値を200。さらに1コマ進めて0。U を押し表示させると 0, 200、0と設定しています。するとこんな感じで、一瞬だけ放出されるような表現ですね。そして今、途中でパーティクルが消えてしまっているのですが、これは寿命が短いせいなので、寿命を伸ばします。1秒から、まあ、5秒のコンポジションなので、10秒あれば十分ですね。 これで基本となる水しぶきのアニメーションができましたのでカット01に戻ってウォーター01を配置しますそして非表示にします次にこの素材のレイヤーにエフェクトを設定しますエフェクトディストーション CC ブロビライズを適用します そして、ブロビライズのブロブレイヤーの設定を Water01 ーーに設定します。すると、こんな感じですね。この素材を、ウォーターの形で切り抜きつつ、少しぼやかして光沢感を作ったような表現となります。この下に元の素材をもう一度配置します。こんな感じですね。 次にアニメーションの速度を調整していきます。water01 を選択してレイヤー。時間。タイムリマップ使用可能をクリック。するとタイムリマップが設定されます。キーフレームをある程度進めて、水が弾けたあたりでキーフレームを設定。さらに少し進めて、キーフレームを設定。キーフレームを後ろに移動。 しぶきが出るところまで早く動いて、あとはスローになる感じですね。もう少し環境をつけておきます。F9 で Ease を設定。 もう少しゆっくりでもいいですね。この辺りでキーフレームを設定して、後ろに移動。こんな感じとしておきます。そして最後に。 この水しぶきの形と質感を調整していきます。まず形は、このブロビライズのソフトネスの値とカットアウェイ、どれぐらいカットするかの設定で作っていきます。カットして水滴を小さくして ソフトネスで調整といった感じですね次にシェーディングこれで表面の質感を調整していきますアンビエントで背景の映り込みの明るさですねであたりディフューズ スペキュラーこの辺りを調整することで表面の反射加減や質感を調整することができますこんな感じですねこんな感じで簡単に水しぶき水滴の表現を作ることができます今回は以上ですまたお会いしましょう